皆様大変お待たせいたしました。それでは始めさせていただきます。エントリーナンバー1です。静岡県立科学技術高等学校リサイクルシティ。皆さんは日本でどんなゴミがどのくらい排出されているか知っていますか？このデータをご覧ください。皆さんお気づきのように建設業と農林業のゴミが多いことがわかります。農林業と建設業のゴミには木材が多く含まれています。日本は面積の3分の2が森林で覆われていて、世界の中でも森林の割合が多い国です。森を持続させるためには木を間引いて管理することが大切です。しかし間引いて出た間伐材は必ずしも活用されるわけではなく、捨てられる現実があります。日本の住宅の平均寿命は30年です。使われたとしてもすぐに壊され、木材は廃棄物になってしまうのが現状です。木材にはぬくもりがあり、木目は見る人の心を癒してくれます。そして何より木材にはそれぞれ独特の香りがあります。本日会場の皆さんにはヒノキの木くずを配らせていただきました。このヒノキの香りを嗅いでみてください。どうですか？なんとなく気持ちが落ち着くような気がしませんか？木材は捨てられてしまうほど価値のないものなのでしょうか？私たちは木材が捨てられてしまうのはもったいないと考えました。今の木材は伐採され、家の材として使われた後、廃材になるという運命をたどります。そこで木材を循環させ、木材の使い方を見直すために、リサイクルシティを提案します。リサイクルシティとは、普段焼却されてしまう古材を副産物と考え、都市の中で木材を循環させる仕組みです。これによって木材の寿命を伸ばすのです。このリサイクルシティを行う上で重要となるのが木材センターです。木材センターとは木材の循環を作り、リサイクルシティを促進させるための施設です。ここでは建築物を解体した時に出る廃材や山に放置された間伐材などの管理を行います。その材を利用して CLT などの建材の製造・販売を行います。 CLT とは板を縦横と交互に組み合わせた集成材です。それはコンクリートと同じぐらいの強度を持っているんです。サンプルを持ってきたので今からその強度を検証します。あやっ、ご覧の通り割れません。これはビルや集合住宅など大きな建物にも使うことができるため、一気に木材の需要が高まります。 CLT は断面寸法が大きいため、取り壊した後もメンテナンスを行い、もう一度住宅の建材として提供できます。これで建物から建物へ木材のリサイクルが可能になります。とはいえ木材にも必ず寿命はあります。循環を作るために役目を終えた材も活用していきます。その方法としては、材を砕いて木くずにし、固めてボードにしたり、燃やしてバイオマス発電の燃料にすることが考えられます。また堆肥の原料に使えるため、その肥料を利用した植林ボランティアを行います。木材センターがあることで木を利用する機会が増え、木材を循環させることができます。私たちはこの提案が実現できるかどうか県庁とハウスメーカーに出向き話を聞いてもらいました。ここである問題が浮上しました。木を長く循環させることでできた材は古材の黒ずんだ風情のある木材になり、使っていた人の思いを引き継ぐこともできます。しかし古材の価値を知らない人にとっては単なる古い木になってしまうのです。私の祖父は古材の価値を知らなかったため、黒ずんでいた材を削ってしまいました。
その後、それに気づいた親戚から責められ、1週間ほど落ち込んでいました。新しいものを好む日本人に、この提案は受け入れてもらえるのでしょうか。ここで私たちは街頭インタビューに行ってきました。古材を知っているか、古材を使用した住宅に住んでみたいかという2つの質問を男女で分け調査しました。古材はちょっとね。古材いいわね。古材知ってるよ。あ、いいわね。私もそう思う。古材を知っている人はさほど多くいませんでしたが、古材の価値を認識することで意外にもリサイクルした中古の材でも受け入れてもらえることが分かりました。今後 CLT などが普及すれば、木材を再利用した建物は広い範囲で受け入れられるでしょう。それにより木材の需要が高まり、森林は豊かで環境に優しく住みやすい都市になります。森林に包まれて生活することで木材の良さを知り、自然を大切に思う気持ちが生まれます。原発が止まっている今、木材が新しいエネルギー資源となり、再生エネルギーとともに日本を支えることもできるのではないでしょうか。リサイクルシティによる古材の循環は、緑に包まれた美しい都市を形成してくれるでしょう。リサイクルシティには様々な可能性が秘められています。先ほどお配りした木くずは入浴剤や消臭剤として使うことができます。そして使い終わった木くずは肥料にもなるので土に帰ります。自然を守り育て使うことで循環が生まれ、社会全体が住みやすいものになるでしょう。木材の循環が暮らしを変えます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは審査員の先生方、コメントを手を挙げていただきお願いできますでしょうか。どなたかいただけますか。はい、では竹内先生お願いします。はい、環境のこととかを考えながら建築のことを学んでいるということで、非常に分かりやすいテーマだったと思います。で、いろいろ勉強して、CLT とか、いうものも勉強してくれてるのは分かったんですけど、やっぱり古材で建てた家に住みたいですかっていうところが、古材知ってる人は参加してくれるのかもしれないですけど、なかなか新しいものが好きだって皆さんおっしゃってましたけど、やっぱりそういう傾向にあると思うので、何かそれに対してこんなことをしたらいいんじゃないかなっていうちっちゃなアイデアでもいいから、もしあったら加えて教えてくれるといいかなと思います。何かありますか。今はあんまり考えが思いついてないんですけど、その古材を使用した家に住んでもらうっていうのがあんま受け入れられてないみたいなんですけど、そういうのは僕たちがその今建築を学んでいるので、そういうところから広めていけたらなって考えてます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に先生方何かコメントございますか。はい、赤池先生お願いします。いろいろ勉強されてると思うけど、山で働く人たちはみんなおじいちゃんおばあちゃんになっちゃってますよね。これをその加工センターまで何かうまくね切り出して下ろしていくためのアイデアとか知恵とかってありますか。今もうちょっと少し思いついたんですけど、その例えば学校とかそういう授業内とかで山に出向いたり、そういうふうに山を知ってもらったり森林について知ってもらったり、そういうふうに興味を持ってもらうことをちょっと進めてもらったりして、その例えばなんか今年映画になったものもありましたけど、そういう感じで若い人が興味を持って進めてボランティアとか広めていったらいいかなっていうふうには思っています。はい、ありがとうございます。
はい、では、チョン先生お願いします。はい、まあ、本当にアナログ的なものですけれども、これを管理するストーリーテリングがいたら本当にいいじゃないかな気がしますけれども、もし古い家を壊してあそこで出るものを、それを名前とか番号をつけて、それがどういうふうな歴史を持っていったことかね、それもちょっとこう提案したらよかったのかなと思うんですけれども、はい、どうですか。はい、じゃあそのようなことも今後考えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。他にご意見ございますか。よろしいですか。じゃあ大宮先生お願いします。来ないで、来ないで建てると、建てた家ってちょっと安くなったりするんですかね。どうなんですか。あ、でも今なんか国でなんかそういう、うん、まあ古材じゃないか。いや、なんか古材で建てる、なんか家じゃなくてもね、なんかその、はい、なんだろう、古材じゃないといけない、古材だからこそいいとされるものっていうのを見つけるともっといいのかなと思ったんですよね。例えば、はい、なんだろう、病院とか、わかんないけど、なんかこう病院、例えばホスピスとか、なんかこう冷たい白いホスピスよりも、なんか木の建物だったら、なんか自然の中に包まれて、ほら、こういうさっきの匂いも良かったじゃないですか。そういう癒される空間を作るっていうことで、なんか、それコストとかも関係してくると思うんですね。古材だから安くできるとか、あと学校とかもね、今、なんかコンクリートの学校よりももうちょっとね、小学校によっては、木の学校とかできたらいいんじゃないかとか、そういうこう古材で家っていうよりはどういう家っていうか、どういう施設、シティって書いてあったから、こういう街づくりにするといいみたいな、そのシティマップみたいなのも考えられると、なんか古材の行き場所みたいなのいっぱい増えんじゃないかなと思って、なんかもっと広げられそうだなって思いました。あと、なんか声がすごいいいですね、なんかね、彼女の声がすごい素敵だな。あ、どうでもいいこと言っちゃいます。はい、ありがとうございました。ここでお時間となりました。ここで終了させていただきます。トップバッター、発表は静岡県立科学技術高等学校リサイクルシティでした。ありがとうございました。